それでは答え合わせをしてみましょう。コップの水を水槽の方に捨ててみます。コップは元の位置に戻します。するとどうでしょうか。少し見にくいのですが、水面の高さは変わっていません。では理由を考えてみましょう。コップの水を取り除いてみると、浮島は上に浮き上がります。その時に持ち上がった体積、つまり空洞ができる体積はどのぐらいかというと、コップに入っていた水の体積と全く同じです。つまり両方の重さが等しいわけですね。ですから浮島が浮き上がる部分の、体積とコップの水の体積が全く同じであるということから、水面の高さは変わりません。